はい、こんばんは。今日は三郎さんの車を紹介ということでやってまいりました。はい、三郎さんの所有物の中で一番古い車っていうことで今日紹介していただけるっていうことですけど。そうですね、これは、1945年の1900、ね、っていうと何年、世界大戦4年後ですかね。すごいですね、生まれる前の車ですね。70年前ぐらいですかね。すごいですね。どこの、これはシボレーです。アメリカ、USA ですね。 USA です。はい、はい、シボレーのなんていう車かっていうのは、まあ、当時ね、車の名前ってね、今みたいな感覚とはちょっと違って、どちらかというと、まあ、ベンツみたいな感じに近いのかな、日本の感覚では。なんでしょうね、トラックと乗用車しかないんで、一メーカー、シボレーの1940年代の乗用車と。そうですね、年式で基本的にはやりますかね。49年だったら49年、1949シボレーってことですね。一応グレードが、グレード名だと思うんですけど、社名っていうよりは、これは、フリートラインっていうグレード名ですかね。デラ、いや、グレード名はデラックスかな。そのボディ形状が、ビジネスクーペとかあるんですけど、ビジネスクーペだと、ここのラインが一体落ちてトランクっていう形になりますけど、これはフリートラインっていって、こうまっすぐ、ルーフからまっすぐトランクに落ちていくっていう形。今でいうハッチバックみたいな感じなんですかね。そうですかね。開くんですか、これ後ろとか。リアエンジンだったりして、一回見てみましょう。これは鍵がないと開かないですね。開けます？ちょっと見たいですね、ぜひ。こんな70年前の車、あ、左ハンドルですね。ちょっと中も見せてもらいましょう、せっかくなんで。すごいですね、シートも。これ70年前のシートですかね。じゃないですかね、くるくるです、皆さん、くるくる。ちょっと窓を閉めれます、これ。まだ動きます、現役。これ70万円のガラスかわかんないですけど、三角窓です。エンジン、バッテリーがちょっと、エンジンはかかんないみたいですけど、この1メーターめちゃかっこいいですね。ステアリングも当時のものですかね、これ。オリジナルじゃない。あ、オリジナルですか。下のこの、ちょ、あ、スペアタイヤとも車の部品がね、リアエンジンではなかったです。部品でありますけどね、はい、あ、すごいですね、これ当時の塗装ですかね、これ。赤かったんですね。純正色じゃのですかね、違うかもしれないです、塗り直した感じがあるんで。あ、なんとも言えないけども、まあでも多分もともと小豆色じゃないですかね。今ではこのサビ色です。今のところレストア前ですね、はい、エンジンとかもしよかったら見れれば、はい、かっこいいですね、このロケットとか。おお、出た、ストレート6ですね、直六、はい、何リッター、8リッターとかじゃなかったかな。いや、すごいですね、トルク出そうですね。どうでしょうね、ちょっと今現状バッテリーが泡吹いちゃって、わかるか、どうか。キャブレーターとかは変わってますね、これね。チャレンジしてくれますね。
なもんで。すごいですね、70年前の車まだまだ現役ですね。エンジンはキャブレタ変わってますけど、まあ、よく動くのこれって言われるけど、まあね、今一応久しぶりにエンジンかけましたけど、わかります。すごいですね、音がシートベルトもだってないですもんね、これ3点がパッと見トラック、今でもトラックとかではあるんですけど、まあ割り方いろいろあるんですけど、4本なのを31とか、これ何だったかどうだったか忘れちゃいましたけど、これが31じゃなくて31で割ってか1本の方を直下にするのがギャングスタ割りだったかな、どうだったかな、マニホールド、ああエキゾーストの話ですか。そうですね、タコ足が22に分かれて左右に出てるだけかな、これあれ6発って言ってましたよね。あ、そっか、どうだっけな、42か、42で割ってた、すいません、あんま詳しくない直してます、直し中なんで、はい、のんびり直すつもりみたいです。そうですね、これ自慢の一品、もう一品ありますよね、三郎さん、もう一品、これ見ていきましょう、はい、今時間でいうのは7分なんで、もう一品、あ、これはちょっとお客さんの車なんでちょっと隠させてもらって、バイクコレクションですね。ちょっとしょぼい方からいきましょうか。このバギー、ちょっとお遊びがあって、お遊びがあって。え、いいですね。ツーストですかね、当時。そうですね。もう今はなくツーサイプですね。ああ、バカっぱいで止まらないタイプですね。こっちは、まあ、これもバギーがあって、出た、これ。これが、まあ、年代は1982年か4年か忘れましたけど、そのぐらい最初、このここのエンジンのが、これショベルヘッドって言って、まあ、ショベルの形なのかシャベルの形だからそういうのか忘れましたけど、の最終型の方ですかね。ハーレーは一応エンジンが確かサイドバルブ、ナックルヘッド、パンヘッド、アーリーショベル、レイトショベル、エボリューション、ツインカム88っていう順番だったと思うんですけど。かっこいいですよね、この辺のハーレー感のあるサスペンション。これ純正パーツ。これは、ハーレーの、フロントフォークなんですけど、かっこいいっすよね。多分ワイドグライドっていう、ちょっとワイドのあれがついてたんですけど、これは高年式の、スプリンガーっていうフロントフォークに書いてあります。違う年式のエンジンと、そうですね、90年代後半のスプリンガーが友達が余ったので譲ってもらってつけてますね。シャーシとエンジンはその1980年代のものってことですね。そうですね、それ以外はもうほぼリアサスも新しそうですもんね。リアサスはどうだったかわかんないですけど、これサスペンション左右に日本サスのタイプのフレームですか、ね、ああはい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 、リジットとか、まあ一本のサスじゃないってことですね。あとソフテールって言ってこう三角にあって、この下にあのソロサスのやつもあるんですけど、これはあディスクなんですね、後ろブレーキ。そうですね、当時からディスクですかね、これ作ったかもしれないですね。なんかドラムより止まらないんじゃないかっていうぐらいのねブレーキペダルはこれあるんですかね。ブレーキペダルはこれです、もちろん。こう踏んでるとこから、あーなるほど、これリアブレーキ、フロントブレーキ、フロントブレーキちゃんとありますね。スッカスカですけど、抜けてますけどね。で、まあ、普通のバイクですね。かっこいいですね。まあ、メータール一切ないんで、行動ちょっと乗れない。メーター分ちゃんとついてます。ごめんなさい、ありました。スピードメーターになるのかな、はい、車検対応で。車検対応だそうです。ちょっと残念ながらミラーが1個なんで車検通らないかもしれないですね。すごいですね、このシートも。ちょっと友達に貼ってもらったんですけど、ちょっと剥がれちゃってますけど。すごいですね。これちょっとエンジンのコンディション、今日は聞けないかもしれないですね。ツインクとしてはこれですかね。
え、ポイントが、ごめんなさい、これエンジンで、エンジンがここ回してエンジンと、これがミッションなんですけど、繋いで、ベルトで繋いでるんですけど、はい、ハーレーは。はいはい、丸出しですね、そうですね、これが、まあ、オープンプライマリーって言うんですけど、はあ、カバーを外してある状態です、ね、あ、それがかっこいい感じ。エンジンがかかってる限りここ延々と回ってるんで、はい、まあ、指とか入れるとね、ちぎれちゃうんでっていう、気をつけない。足の裾とか危ないですね、ズボンがダボダボだと。どうですかね、あんまり吸い込まれたっていう話は聞いたことない。あ、エンジンキーそこなんですね。新しいのだと二次ベルトも、ベルトのやつもあるんですけど、これはチェーンですね。はあ、弱点としてはスターターが高いんでね、スターターがついてないっていうことですかね。あ、キックオンリーですか、はい、怖いですね、ケッチン。この人は多分かからないと思いますけど、一応チャレンジしてみます。あ、いいですね、チャレンジ一回しましょうか、キック。バッテリーすらないんでね。あ、バッテリーでも、バッテリーすらないんで、もうメットインとかそういうこと一切関係なく、シート下いきなりバッテリーですからね。バッテリーメインで、どんな感じなのか。はい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 、見たいです見たいです。まず探して。これがチョン。かかりそうにない。あ、でも、お、多分かかんない。ガソリン ガソリン前足。多分バッテリーがちょっと上がっちゃってるんで。ああ、なるほど。こんな感じで。わかりました。ありがとうございます。はい、今日はあの古い1940年代の、シボレーと。1980年代のサブローさんのハーレーダビッドソン、貴重なコレクションの紹介でした。初めて見た方もいるかもしれないですけども、今日はちょっと場所が映るとまずいんで、これ大事な品物なんであれですけども、ちょっと外の風景映せないんで顔はあんま映せないですけど、今日はありがとうございました、サブローさん。はい、ありがとうございました。こんなところで紹介を終わりたいと思います。はい。